さあ皆さんお待たせいたしました。ここからのお時間は松本剛選手、黒澤直之選手によりますトークバトルを行います。引き続き司会者の方は私、かっちゃんとリクでお届けしていきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもう皆さんねお待ちかねだと思いますのでお呼びしましょうか。それでは早速登場していただきましょう。皆さんお願いします。はい、それでは松本剛選手よろしくお願いいたします。いや、先ほどはリアル野球盤お疲れ様でございました。はい、いかがでしたか。そうですね、あの野球場広いなと思いましたねバッターやったら改めて。ただ上沢選手はあの交流戦なんかでも一切こう手加減してフルスイングを毎回見せてくれますけれども。そうですね、あのやるからね本気でやるですよね。松本選手は、はい、上沢選手のバッティングなど見ていかがだったんですか。上沢やっぱバッティングいいんで、玉井さんひどかったですねあんなにセンスない野球選手いるのかなぐらい。はい、とチームメイトは言われておりますけど、わざわざはどうですか。いや、あれが玉井さんの持ち味ですやっぱあの人と違った動きしてくれるのが僕は玉井さんです。なるほど、というね、非常に盛り上がったリアル野球盤ですけれども、はい、せっかくですからですね、いろんなお話を聞いていきたいと思います。そうですね、聞いていきましょうか。さあ、ここからはトークバトルということで、トークテーマに沿ってお話を伺っていきたいと思います。こちらの真ん中のテーブルにトークテーマが書かれたカードがございます。こちらのカードをお一人ずつ引いていただきトークテーマを決めてください、はい、ではまず松本選手からいきます、はい、1枚引いてください。見たらカメラの方に見せていただければと思います。はい、トークテーマは同期に言いたい一言ということでございます。まあ、お二人はね、高卒で同期入団ということですが、言いたい一言、松本選手はありますか。一言ですよね。頼むから残ってくれ。これはなかなか我々の口からはですね、言いづらいことなんですが、同期ということでスッと出てきましたか。まあ、っていうのはやっぱ僕のあの気持ちで、まあ、本当はね、やっぱり応援したい、強いので、まあ、頑張っていってほしいので、まだ決まってないですけど、どういう結果になっても僕が一番ファンでいます。え、彼女あれだ、俺の彼女だろ家族差し置いて一番、一番だと急にラブラブです。その言葉を聞いて皆さん差し置いたんですか。いや、やっぱあれですね。